山田穂高選手です。バッターボックスに今阪神タイガース大山雄介選手が向かっていきました。まず第1試合、柳田悠岐選手が勝利しました。決着がついた時点でね、勝負はそこまでということになりますがね、まず先行はね、しっかり2分打ってもらうということになります。では練習の3球参りましょうか。大山選手に対して練習の3球です。お、速いボールで行くようですかね。今1球ですよね。2球目、なるほどなるほど。さあ練習ラストの3球目、あ、ダメか。はい、ここからが本番となります。では大山雄介選手のチャレンジ、いざ2分間スタート。まず1球目、さあ速いボールを投げ込んできます。それに合わせてスタンドに運び込もうという大山選手。阪神タイガースが誇ります佐藤選手と並んでのスラッガー大山選手、背番号3がどこまで、その福岡ペペドームで、ホームランを挟んでいる。2本目完璧、レッツゴー。さあ2本目なさそうです。高く上がったファウルボールとなります。さあ残り1分、ここまで日本のホームラン、阪神タイガー